ポチッとな。皆さんこんにちは、マイクです。今回は魚群探知機ビッグキャッチ、携帯型魚群探知機大量くんデラックスというものを購入しましたので、開封のレビューをしていきたいと思います。まず外観の箱の形状ですけども、四角い長方形の箱に入っております。段ボール素材のような感じです。このようにですね、簡単な、使用方法とか使用例とかが書いてあって、非常にですねカラフルな箱になっております。裏面にはですね概要といいますか、このような性能になってますみたい的な、単4アルカリ電池が4本必要とに記載されております。それではですね、開けてみたいと思います。じゃじゃん。取扱説明書ですね、はい、ちゃんと日本語で書かれております。本体ですね、本体は意外と小さいイメージがありますね。どうでしょう、携帯電話とそんなに違わないような大きさなんですかね。大きさをですね、私の持っている iPhone6S ですね、 6S との大きさを比べてみたいと思います。このような感じですね。全長がですね、1センチほど小さいですかね。もう厚みがこんな形ですね、4倍以上ありますね。重さはですね、さほど変わらないような感じがしました。で、幅はほぼ一緒です。で、取り付けのブラケットと、あれ、延長コードにストラップですね、延長コードといいますか、センサーコードが長く取ってありますね。そして浮遊体の下にセンサーが来るということで、センサーの部分のコードの長さはほぼ、調整済みかもしれませんけども、長さを変えることができます。このような感じでですね、開封させていただきましたけども、実際ですね、フィールドに出かけてどのようにね反応するかどうか、ちゃんと起動するかどうか調べてみたいと思います。とこれで乾電池を入れますね。乾電池は単4の乾電池が4本と、一見ですね、防水加工がされてなさそうな感じですけども、大丈夫でしょうか。乾電池の部分はですね、防水処理はされておりませんので、ちょっと心配ですけども、液晶の画面の、ね、保護シールを外します。メインスイッチを入れてみますね。多分ですね、センサーが反応すればここに何らかしらの情報が出てきて、水深とか底の形状ですとかね、魚がいれば魚のマークが、
表示されるということですね。このような感じで一応開封動画とさせていただきます。今回はご視聴ありがとうございました。マイクでした。